今回ですね、すやすや独独ジエンドデッキというのを使って戦っていきたいと思うんですけど、このデッキですね、まず一言で言えば、マジでうざい。本当にうざいデッキになってると思ってて、まあ、っていうのも、まずプクリン EX を召喚できたら、もう確実にね、敵を眠らせることができるんですよ。はい。で、80ダメージも与えれると。まあ、そこまでできなくても、このスリーパーのね、眠りの振り子がベンチから飛んでくる。表が出たら敵がね、眠ります。で、さらに、マタドガスで、その眠りになってる状態で、この毒にさせるっていうね。で、まあ、ちょっと、壁の役割にもなってもらうから傷ついて、ちょっとそろそろ次のターンやられそうだなってなったら、今日で引かせる。で、プクリンでボコボコに縛っていく。で、次出てきたポケモンはもう全員ね、眠りのコインを表出さないと攻撃すらできない。みたいな。噛み合ったらマジでうざいデッキをね、今回は使っていきたいと思います。で、ちょっとね、その前に、バトルやる前に、俺ね、ラプラス EX がね、裏で1個だけ出たんだけど、ちょ、まあ、せっかくならさ、もう1枚欲しいなということで、まだ開けてないパックがね、10パックぐらいあるので、ちょっと一旦これだけ開けさせてほしい。はい。もうこれね、動画で開けるって決めてね、もう我慢してたら開けるの。頼む。もうね、プロモマンキーはもう出てるから、頼む。本当にラプラス EX があと1枚出れば。うえーありがとう。いや、マジちまちま裏でさ、頑張ってたのよ、本当に。ちょ、見てほしいのがさ、これもう全部ね、これ5分の5、4分の4、3分の3みたいな感じで、追加のさ、ミッションも全部ね、クリアしたの、これ。レアリティが1から3のデッキで勝つとか、このね、10回以上勝利する、20回以上勝利するで、もうめちゃくちゃ頑張ってね、集めながら、ミッションもやりながらみたいな感じでやってたから、嬉しいわ。多分これ今後手に入んないやつだもんね。知らんけど。こういうなんかイベントごとのカードって、まあ、手に入っちゃうとね、価値落ちるから、多分ゲットできないと思うから、普通に嬉しいわ。まあ、ちょ、せっかくだからね、残りのパックも開けていきたいと思います。トドン!バタフリー!トドン!ピッピ!トコドン!ピカチュウ!めっちゃ出る!ドンドコドン!マンキー!4枚目!ドコドコドンドンドン!ピカチュウ!トドン!お、ラプラス出た !3 枚目あと2パックレッツゴー!バタフリーラストバタフリー、まあもう欲しいの全部揃ってるからな。はーい。いやー、ラプラスいけてよかった。ありがてー。では、バトル行く前にちょっとね、開封だけさせてほしくて、ピカチュウのイマーシブルカードだったっけ?最近ようやく名前覚えたんだけど、絵の中に入れるやつ?あれ、まだ持ってなくて、ちょっとピカチュウ好きだからさ、ちょっとできれば今回で引いていきたいな、みたいな感じで思ってるんですけど、あ、裏のやつがあったので、で曲がってたりはしないんだ。表にして引きます。はい、これ絶対にレアが出るので、ちょんちょんプリンポポン。ほら。いや、このさ、なんか逆にさ、1日の制限かかってる分さ、引けるようになったらさ、引かないとちょっと損したみたいな気分になっちゃう感じさ、ちょっとうまいよな。引いちゃうもん、次の日になったら。お、二度クイーン。このカードもちょっと面白いよね。ベンチに二度キングがいれば、プラス50されるから、変な話、二度キングが2体いたら、180ダメージ出せるっていうね、毎ターン。結構やばいデッキだよな、噛み合い次第では。で、最近思うのがね、やっぱ、なんだかんだね、やっぱ、カモネギってやっぱ強いわ。いや、最初バカにしてたんだけど、あ、カメックス EX。カメックス EX ってなんか言いづらいな。なんか、種ポケモンで、しかもエネルギー1で、で、40与えれるって結構ぶっ飛んでるよな。え、ギャラドス!初めてかも。あ、でもニューついてないから多分持ってる。相手のバトルポケモンからエネルギーをランダムに1個。あー、結構うざいのか。さあ、20パック目いきまーす。お、光ったね。貝の化石、いらないですね。カビゴン!カビゴン逃げるのエネルギー使いすぎじゃない?これ何 ?4 使うってバケモンじゃね?プクリン EX! 今回使うやつですね。サンダー EX。最近はもう、壁の代わりに使われてるらしいね、めっちゃ。サンダー。なんか逃げ足も速いし、体力も多いし、みたいな。で、一応1エネでつつくもできるし、みたいな感じで。そう。結構ね、壁としての役割で使われてるらしい。お、二度キングもこれあるんだね。初めてじゃないのか。え?相手のバトルポケモンを毒にする?いやー、でも毒にできるのは強いけど、二進化だから今回のデッキに入れるとね、ちょっとポケモンが増えすぎちゃうよね。おー!来たー!やったー!もうね、持ってる人めっちゃ多いんだけど、俺初めてなんです、これまだ。リザードンは持ってるけど。え、嬉しい!欲しかったんだよな。
キャタピー、キャタピーの効果してる？みんな、なんか友達を探すとか言ってね、草ポケモンを山札から手札に加えるとかいう謎効果。カワチー、やっぱピカチュウが一番いいな。平和で捕まえたくなっちゃう。いやーいいな。もうみんなもごめんね、見飽きてると思うけどピカチュウ EX よかった、出てくれて。あとはミュウツーだな。最後はミュウツーのイマーシブルのみ。いや迷ったんだけどね、なんか夏目のレアカードとか引くならリザードンパックだから、ちょっとそっちが本当は欲しいんだけど、まだちょイマーシブル1枚持ってねえのさ嫌じゃん。ミュウツー、アメタモン可愛い。何これ、初めて出たんだけど。待って、こんなんあったんや、クソかっけーくね、ゲンガー EX。 2連続でフリーズ、これも初めてだ。やばいやばいやばい、めっちゃ来てるわ今。おおやばい、引きがいいでございますね。すいませんね、こちらのカードもみんな見飽きてるかもしれないですけど、私初めてなんでございます。研究所から脱出してるミュウツーみたいな感じだよこれね。うわかっけえなマジで。いや本当はミュウツー使いたいんだけどね、ちょっともう最強すぎて逆に逆張りをしちゃっている自分がいる。この研究所から飛び出したと、これなんか映画のワンシーンであるみたいだよねここ。すげえ、ありがとうミュウツー来てくれて、かっこよすぎる。これさもうレアなトレーニングカード引けんじゃね。夏目引きます。まあ榊でもいいんだけどね。いやでも一番使うのは夏目か、いや榊か、いやどっちだろう。まあ、リザードンパック今日まだ引いてねえからリザードンパックいきますめちゃくちゃ豪華な引き方してる。だってさ3パック引いた方がさ、いろんなポケモン出てさ、みんなも嬉しいでしょ。うん、頼むよ。いやモスノーもね眠らせ系なんだよね。もうリザードン EX 出ても俺無反応だから普通に。モスノーもね眠らせる系で、そう結構ね毒系眠らせる系は種類いっぱいいるから、まあ、その中でどれを使うかだよね。今夏目軽く出たな、やめて。キラキラしたあのレアな方が欲しいの俺は。夏目レアな方来てくれよ、夏目夏目、さっきも愛を誓うよ。おおお、これは 2000？ あ3000 想像より1000多かったわ。確か2000この前言ったよね。なんもないんかい。おー夏目夏目夏目、さっきも、うわーいいね。なんか効果とか、お、ちょっと待って、おい、これ、おい、スカートの中覗け。持ってるけど、1枚しか持ってないから、普通に嬉しい。こっちのリザード EX。持ってない、このフーディン。欲しかったんだよね。めっちゃかっこいいよな、このフーディン、マジで。いや、出すぎだって、さっきから。カットしようと思って黙ってたのにちょっと待って、このパックねやばいよ。リザードン EX、 フーディン、リザードン EX、 ファイヤー EX、 スターミー EX、 運良すぎ。さあ対戦よろしくお願いします。ちょうどなんか今ねバトルのイベントみたいなのが来てるから、ちょっとそっちでやってます。はい、なんか45勝ぐらいしなきゃいけないやつだよね。まあしたらなんかバッジがもらえるみたいな、称号だっけもらえるやつがあるから、まあ、できれば45勝したいが、まだ11勝ぐらいしかしてない。今日全部勝てたらマジ熱いよ。お、3大 X! これピカチュウデッキですか？チラーミ、うわ、これ課金しないともらえないピカチュウだ。さ、プクリン早速来ちゃう。けどこれ先行だからマジ何もできないな。てかモンスターボールないのやばい。これ最初に今日が2枚くんの結構終わってる。いらない、まだ。今日なんてまあ、途中で来てくれたら嬉しいなぐらいなんだから。これマジ、種来ないとちょっとまずいんよな普通に。てかチラーミ初めて見たな、尻尾で叩く。さあいっぱいポケモンが出てきますね。一旦つつかれて40と、まあ傷薬もあるから。おっと種ポケモン来ないのやばいですねこれこれはやばい。早速引きが終わっているが、まあ次のターンで終わることはないから、ちょっと一旦まだプクリンにせずにこのままちょっと様子見しよう。そうプクリンにしちゃうとね逃げ根が2個だから、ちょっとねここでしちゃうのもったいないかなということで。おっとエレザードってなんか地味強く、あー表なら80か。さあ次のターンドガースを引きたいところ。やばいねー、これはもうプクリンにするしかない。ここにつけて、まあプクリンにして体力が100か。
傷薬使っとくか。いやこれマジでまずいね。まあ、次のターンから眠らせれるがって感じ。うん、まだもうプクリにかかってる。でも EX だからね、死ぬ前にちょっと引かせたいんだよな。ただハリケーンサンダーで表が3つ出れば早速負けです。裏裏、オッケーオッケーオッケー。いやーかわいそう。さすがにかわいそう。それは表出ないときマジ出ないからね。よし、これで次のターン眠らせる。ちょ待って、ねえ種ポケモンどこ行った。俺のもうただ殴ることしかできないんだけど。はい、これスリーピーソングでこれ確実に眠らせれると。これがねマジ普通に強い。さあこれで表が出たら普通にまだ、おっとしっかり起きてくる。でもう一回ハリケーンサンダーだよね。いやでも変えてきそうだけどな。次だって死ぬよ、表3つ出ないと。なるほど、これ多分打ってくるな。2個使う。あーだよね、なるほど、これハリケーンサンダーやな。頼む、裏裏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 裏、ナイス1。おいー、お互いに噛み合わないですね、コインが。さあこれでそろそろ種しかいないっしょ。 OKOKOK、 モンスターボールね。焦るわ、あと10枚か。さあプリンじゃないのよ、欲しいの今。なんでかな。まあ、次起きないと信じてスリーピーソング。さっき起きたからね、次は起きないのよ。だって普通に考えたら2分の1だから。さあサンダー寝ます。これ絶対起きないです、だって2分の1だから。表か裏が出る確率は2分の1。 OK、 これでサンダーまず刈り取れる。でこの時にそう、マタドガスとかじゃなければね、もう確実に逃さずに倒せるから。でその後敵エレザード以外ワンパンだからね、結構出しすぎてきついんじゃない。ライチュウが引きたいのかな。さあここで起きても全然意味がありませんよと。ここの眠りチェックはマジで無駄だね、無駄だね。さあスリープ来てくれた。もういや、スリープよりドガースが欲しいんだけど。でここで倒した後にワンチャンさん、あのプクリン倒されるから、スピーダー2個使ってこれプリンに倒してもらおう。うん、あと10だからプリンと交代しまして叩きます。普通に30えぐいよな。まあ2エネ使うからあれか。よいしょ、これでまず2ポイントで、まあ次ワンパンされても取られるのは1ポイントだから全然いいのでは。でその後エレザードを80で眠らせてもう勝ちよこれ。普通にもうプクリンデッキみたいな戦い方になっちゃってるね。一切このマタドガスとか今日出て、ね、出てきてないから。あ、なるほどね、まあ、これはスリープか。よかった、種ポケモンいなかったらここでプクリン倒されて結構積んでたからね。夏目対策で1匹出しとくの大事だよな。これ逆に表出してほしいけどな。あ、ナイス、ここでもうワンパンしてくれた方が全然助かる。長くなっちゃうからね。そう、スリープも逃げに2個使うから長くなっちゃうんすね。さあここでプクリン出しまして、まあ、ただこれ起きられたらやばいのか。そうは言いつつも一旦プリンの方が良かったかな。あ、傷薬来たからこれ勝ったじゃん、マジで。80でしょ最大。まあ、ワンチャンあれ使われたら怖いなぐらい。いやてか待って、こっちのプクリンで行く普通に。なんかプクリン引けたから、ちょごめん無駄にしちゃったけど、こっちのプクリンでやれば140ワンパンしてくんのな。でも来中ぐらいだからね。しかも寝る。でこれで寝てくれたらもう勝ち確。起きられたらワンチャン来中で、うん、なんか来中に進化させて3つつけてワンパンとかしてきそうな空気感ない。これ大丈夫、イーブイ、いやこんだけ種ポケモン入れまくってた。あー大丈夫そうだねこれ。え、大丈夫だよな。ライチュウ出されたら一気に怖くなる。何これ、友達の輪、自分のベンチポケモンの数かける30ダメージ。え、ピカチュウ EX じゃん。ええ、チラチーノってそんな強いんですか。やっぱやればやるほどポケモンを知っていて楽しいな。まあでもあれか、3エネ使うし1進化だからって感じなのか。え、強くないこいつ。しかもドガス来てくれた。まあこれはもうシンプルに殴りまくるよ。うん、ごめんね、殴るとか言っちゃって。でこれ次起きなかったらもう勝ちやしね。やっぱサンダー倒せてんのでかいわ。裏裏裏、オッケー、勝ち確。対戦ありがとうございました。これねちょっとごめんみんな、ただのプクリンデッキになっちゃってるわ今回は。まあ、ちょっと来なさすぎたね。対戦ありがとうございました。いやチラチーノちょっと覚えとこう、おもろそうだね。ナイス。さあ対戦よろしくお願いします。ここ来た、
ドガースプリーズ。これは一旦ドガースを出してプリンをベンチ、そしてまたドガースとプクリンが来ておりまして、モンスターボールも来ている。これでスリーパー引けたら、スリープ引けたら熱いね。さあ水おラプラス EX ね。はいはい、あー眠らせ系か。これなんかもうラプラス EX のエキスパートのデッキやん、敵の一緒のデッキ使ってない？あいつら。あ違うっけ。あモスのはいないか。あしかフリーザってこれ冷凍ビームで表だったら相手ポケモン麻痺にする。あ氷っていう概念がないのか、麻痺なんだ。モンスターボールでスリープを引いていく。でこれもう一個ちょっと使っとくか。これで減らしとくことによってスリーパーを引きやすくなるから、オッケーナイス。まあシンプルにこれはガスで包ましていただこうかしら。で次のターンでまたドガスにしてスリーパーも引けて眠らせドクドクできたらもう一番神だねまあ12分の2だからさすがに引けなそうだけど、 EX フリーザーこれ霞されたらちょっと怖いよ。ナイス、終わってくれた。スリーパー、うわ強化。まあ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 一旦またドガスにして、で引かせるときはもうね強で引かせるから、逃げ根は考えなくていいよね。だからプリンにつけますと。でプクリンにしといて、でまあプクリンが溜まるまでガスと体当たりで痛めつけよう。まあどうせ交代してくると思うけど、でも逃げ根3必要だからね。スピードはなかったら次もまだ引けないから、どうなんでしょうか。敵選手まだ次のターンスリーパー引けても強いな。でも早めに来てくれればくれるほど強い。さあモスのを出しますが、まだこのターンで攻撃はできない。なぜなら2円でだから。霞を持ってれば話は違いますが、おーっとここで交代するのね。2個使うのか。おー、えこれでフリーザ出してくんのか。どっちなんだろう。あモスのをね、はい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 。でもね眠らされてもね漏れ出すガスは打てて最悪強で引けるから全然オッケーだねこれ。お熱くない？これスリーパー引けたら。大木の博士使ってスリーパー傷薬、いや引けないか。今日めっちゃ出てくるね。まあ一旦プクリンが次完成するから、まあ気にせず漏れ出すガスで毒にして、そうね、まあシンプル体当たりして次のターン強で引かせてプクリン出せば1ポイントは取れる。さあまずは粉雪、これでね確実に眠っちゃうのがね強いところなんよね。でもし最初に起きれたらまだ強で引かせなくていいからね。そこの強があるかないかでね選択肢が増えるんだよな。ここで霞、なるほど。裏出ろ裏出ろかわいそうフリーザにつけたかったのかな。さあこれで一回眠るやん眠るやん。で表が出たら強つかなくていいね。はい、おはようございます。で、あプクリンか。スリーパーマジ来ないな。もうプクリン召喚できるようにしといて、待って、ワンパンされる可能性ちょっと一応気づく。いや使う必要ないか。70って打てないよね敵次のターン。いや絶対打てないよね。まあ、もし霞持ってた時用に、霞持ってて3出された時怖いから一応ちょっと使うわ。もったいないかもしれんけど、こうすることによってモスノを倒せて、なおかつ次のターン一発マタドガスが耐えるやん、噛み合っても。でほぼ瀕死状態のマタドガスを強で引かせてプクリンを出して、あとは眠らせながらしばいていく。最強です。まあでもマジこれ敵のデッキ本当に霞が噛み合うかどうかみたいなデッキしてるね。全部エネルギーが高すぎてなかなか攻撃までいけなそう。さあラプラスを、いやこれな夏目入れといてもいいかもね。このデッキ帰れないんだよな。さあスピーダーか、どうしようかなマジで。誰につけよう。まあプクリンにつけとくか。逃げねねに使うから、まず毒にさせて、もう体当たりだね。敵次のターン動けないから、ここでまだプクリンは出さないまあ出してもよかったけどね。今交代して眠らせつつやってもいいけど、まあEX フリーザじゃないからね、ちょっとまだそこまでやる必要はない。さあフリーザにつけてターン終了ですかい。夏目とか使ってくる。いやこのさプクリンがベンチでもう完成してるのがねめっちゃ強い。本当にいつでも出動できちゃうからね。ただまだ出さない、このいつでもプクリンが出てくるこのプレッシャー。さあ本当にスリーパーが来ないんですが、まあこれはじゃあ
ドガースにつけといて、まあ、シンブルタイあたりかな。ここでさ、スリーパーが来てたらワンチャン眠らせれんのマジ強くない？みんなプクリン出さなくても毒と眠らせにできちゃう。これがね結構うざいんですよね、敵からしたら。これ多分引かせるんかな。おっと、霞来た。さあ表出るのか。2個ぐらいはつきそうだな。まだ吹雪されても全然かわいそう。マジで出ないじゃん。引かないとフリーザ失っちゃうけど、どうすんだろう。ただ EX 出したとてだもんな、エネルギーが。ちょっと待って、もうちょいさ、じわじわ行きたかったんだけどね。まあでもなすすべないよね。今のでフリーザが倒れて EX 出てきても毒とさらにプクリンで眠らせれるし、まあワンチャンの噛み合いでプクリン倒されてもゼロポイントだったからね。ナイス。対戦よろしくお願いします。先行。いやー、なんかもっとねやりたいことやらせてほしい。またトガスめっちゃ来てる。強率マジ高いな。今日俺のこと好きなんだろうな、多分。ミュウツーデッキ来た。こういうデッキに勝ちたい、マジで。さあ、プクリンいらない。これマジ何もできないね。モンスターボールかオーキド博士が手持ちにあればあれだったが、まあ、普通にミュウツー触らないとかな。おー、大体ミュウツーデッキの人ってさ、まあ、種が少ないからかな、なんかすぐミュウツー2匹出すよね。これちょっとね早めに、あ、でもそっか、マタドガスすぐ出せちゃうから次で、プクリンを永遠にベンチで育てれば、オラルトスももう来る。これ結構敵いいな。うわ、モンスターボールあるんだ。これはちょっとね敵噛み合ってるな。2体目のラルトス。さあ、このターンは何もしてこずに終了と。うわー、マジこういう時に限ってね。まあまたドガスにして一旦毒だよな。漏れ出すガス、これドガス出しとくか。うん、でプクリンにしといて、まあ途中で変えられるだろうが一応体当たりはしときたいな。これでまず40ね。まあ、お、弱点なんだ。え、マタドガスまさかのミュウツーに強いんだ。そっかそっか。うわ、待って、噛み合いすぎじゃない、それは。噛み合いすぎちゃないって言っちゃった。もう次触らないと完成する可能性あるんでしょう。これ分回りすぎだね。分回りミュウツーにも、まあ、ワンチャン勝てるからやばいなマジで。え、だってさ前半に欲しいのほぼ全部来てるってことでしょ。ちょっとえぐちだよそれは。いや、モンスターボールいらねー。いや、スリープか。いらなく、いや、プリンマジでいらんかったな、これ。で、次のターン、榊使われたら死ぬんだよな。いや、榊さすがに来てないっしょ。こんなに敵噛み合いまくってるから。逆にトレーナーカードが少ないと見て、ここは榊来てない読みで、体当たりします。あ、待って、でもサーナイトされたらもう次で死ぬか。まあでもそうなったら何出してみしちゃうか。いや、ちょっと待って。いや、サーナイトも榊も来てないと信じたい。あ、レッドカード全然。まあ今日は来るんじゃない、割と。大きな声。いらない、いらない。いらねえ、刺さりまくってる。めちゃくちゃ噛み合ってるな、敵。おお、これ生き残れたんでかいよ。ただ、引けるかな。いや、引けねえか。ここでさ、いやー、失っ、まあでもいっか、しゃあないか。傷薬使ってもだよね。ちょ、一旦モンスターボールでスリープ、ナイス。まあ敵のミュウツー倒せるなら全然オッケーだよな。そうだね、次粘土弾後ろのミュウツーが溜まっちゃうから、まあだったら変にまたドガスにエネルギー使わずに、うん、これはまあミュウツー EX1 体倒しただけでも一旦でかい。またドガスはまだいるから。いや、ここで今日あればさ、マジですごかったよ。ドガース次出してガスで包むで倒して、で粘土弾を一発さえれてみたいな。レッドカードが響きましたね、これは。さあ、シンプル粘土弾か。サーナイト、おお、いいね。サーナイト来てない。だったらもうこれプクリンで勝負出る。分回されるくらいだったらプクリンで勝負出るか。まあでもワンチャン起きられてサーナイト出されたら次のターンで俺負けちゃうっていうね。
うん、いや出しててよかった。これマタドガスとか来てたらなと思ったけど、これはもうしゃあない。眠らせよう。強制的に眠らされるの強い。でこれ次もう裏だったら俺の勝ちね。頼む。よし、オッケー。まあ夏目使われたら一旦耐えられるか。サーナイト完成した。あぶねえ、これ起きられてたら負けてたわマジで。いやーマタドガスで一体倒せたのがマジでかすぎたな。おっとスピ、え、いや逃げれないよ眠ってるから。そうなんや、相手はマジ夏目がないと負けないよ。オッケー。いやこのデッキに勝てたら熱いな。くっそ。ハハハ、オッケー。いやミュウツーデッキに勝てたらマジ熱いわ。めちゃくちゃ分回ってたからね敵。いやシンプルにマタドガスがなんか怠慢でミュウツー倒したからちょっと強すぎたね。対戦よろしくお願いします。先行。こういう時表よく出るよな本当に。よしドガース出していいね。最初ねマタドガスで一旦毒にして嫌がらせしたいからさこのデッキは。これはピカチュウデッキですかい。いいね、一旦プリン来てくれた。でオーキド博士使ってなんか今日めっちゃ滑舌悪い、プリンもう一匹出す必要ないな。うん、まあ、一旦ターン終了。まあ、先行なんもできないよな、しゃあないけど。さあピカチュウ EX もうこれ60ダメ出してくるよこの瞬間から。交代させてくるかな。あいいね、これ逆にね次のターン交代されたらね毒の意味がなかったから。あそっちそっちなのか、なるほどね。これガンガン回していこう。スリーパーとスリープとスリーパーか、来てほしい。あーまた動画攻めてくる。プクリン出して、でこれプリン出しとく必要あるかな。いやまだ出したくない時用に一応夏目対策で出しといて、でまたドガスにしちゃって、まあ一応2ターンで倒せるように毒と体当たりで40ダメ入れていこう。 OK。 さすがに変えてくるかな。なんか EX が主体のデッキってさ結局 EX じゃないポケモンが。うおー、なるほどね。そっか忘れてたわ進化したら回復するんだった。なんか抜けてたわ。でも交代すんのかこの感じ。あバチンウニ、これも90飛んでくるのえぐいって。一発耐えて毒にして強で引かせるか。あまだ変えてこない。おっスリーパーが来んのか。モンスターボールなあったらな。そうね、一旦毒にして10耐えられるね。でその後多分ピカチュウと交代だよね。うわーまあしゃあないか。体当たり榊があればな。まえ、あそうだよ、逃げ犬として使うんか。で90ダメでしょ。毒にして強に変えてその後プクリン出すしかないな。もうこれ、いやースリープがなー来てくれてたらなー。いやーここでモンスターボール遅い、順番が違う1個前のターンでスリープ召喚して順番が違うよ君たちは。せやな、まあ一旦ガスは絶対使うじゃん。で確実にプクリンにつけて、で次誰かに一発耐えてもらうか。92発来たらもう終わっちゃうから、これプリンに変わってもらおうかな。一旦強使って逃げます。そうだね、いやプクリンが90取られんの痛すぎるから、起きられた時にこっちのプリンをちょっと縦にして、次スピーダーもあるから、そうねそれで逃げれるな。でドガースも出しといて、でエネルギーも使えないよね。あんまあこれが最適解な気がする。おっと夏目、あまあ別にドガースで、あーまたドガースが出せなくなっちゃうねこれね。まあ、しゃあないこれは。夏目でももう 2体使ってるかなこれ。あ1枚か、まだもう1枚あんのだる。ですまないドガースして、でも敵も敵でピカチュウ取られるのだいぶ痛いと思うしな。さあじわじわ削っている。ではプクリンにつけてスリーパーにして、ドガース来てくれたら意外とナイスかもしれんなこれ。でもう振り子する必要ないからシンプルにスリーピーソング、これで裏出してくれたら安牌にノーダメで勝てるからね。頼む裏
ナイス。これは絶対に引けないからね。で次のターンでドガース出して、でスリーパーで眠らせれば全然いいわ。これ回ってるちゃんと。スピーダーもあるから1個節約できるし、さあここで起きても意味ないですよと。しかも裏気を失ったまま倒れていったピカチュウである。さあここでまず2ポイントゲットして、いやこれめっちゃいいかも。やりたいことできてる、初めて。さあここでスリーパー2枚目、まずスピーダーを使ってドガースにして、でまたドガスにするやん。でまずはガスね、確実にガスは食らうので。そして眠りの振り子、これで眠ってくれたらマジで熱い。なんでお前何のために来たんってなると、あのハリケーンサンダーでワンパンされる可能性が見えてきた。ちょっと待って、あれおかしいな。今日が4分の1で引ける男か俺は。耐えれたとしても次のターン、いややばいなこれ。いやこれまたドガスにつけるべきだわ。いやー眠らせて、まあでも一旦は耐えると信じたい。いや3つ表出なければ勝ちだからね。あ勝ちてかまだ死なないからね。頼むよハリケーンサンダーは、そんなに表出ないはずだ。さあ起きろ博士で引いていきます。これ夏目とか使いたい、いや関係ないか、夏目使ってくれたら逆にありがたいからな。さあ傷薬で回復して、ハリケーンサンダーだよね。頼む2個までなら大丈夫だから。そしたら今日が来てくれると信じてるから。裏ナイス、もう一個裏、もう一個裏ナイス。いやーギリ耐えたね。ただ次今日引けなかったらもう負けか。いやまだ眠りの振り子の線もある、大丈夫。今日ぷくりいらなすぎ。マジまだ分かんなかったよ。まあでも眠りの振り子で眠らされたらだるかったよね。いやこれ分かる、みんなまだ勝ち確じゃないのに敵が諦めるぐらいうざいからこのデッキ。対戦お願いします。ここ来た。さあ手札にドガースがさらに来てくれれば嬉しいが、しっかりとプリン、またドガス、まあでも大きいドいるからまあまあまあって感じか。さあめちゃくちゃミュウツーデッキ使ってきそう。おっとこれプロモマンキーか。なるほどね、これも早めに整えないとちょっとだるいぞ。秒で100飛んでくるの痛すぎるもんな。しかもガラガラ EX と組んでるから、その後もコイン運で負ける可能性もあるっていうね。あと格闘が弱いのか俺のデッキは。まだ高校なだけマシかもしれんな。さあここで早めにいいカードを引きたいが、何を引けばこのプロマンキーに勝てるのかというと、もうスリープスリーパーを早めに出すしか止めれないかもしれんな。プクリンまで時間かかるし、毒にしたとてもうなんかご利用されるだけやしみたいな。そうだね、まあどうせ突撃で自分に食らうから、もうできあ待って、そっか煮えね必要なのか。これマジ相性悪いかもね、プロモマンキーと。一番敵に怒り猿が来てないことを願いたいが、怒り猿なんてすぐ来るんよ。いやもうめちゃくちゃ引きまくってるしな、こういう時レッドカード刺さるだろうな。おっとここで怒り猿、もうじゃあ攻撃しなくていいな、変に。40なら一発耐えれるし、ここでドガス、なんか俺的にもう動き止めないとどうしようもない気がしてて、こやつは。だったらもうプクリンにしちゃった方がいいかもな、どうせこのターン攻撃しないし俺。そうだね、プクリンにしちゃって、でエネルギーつけとこう。で次弱点で60食らうがもう一ターン耐えれる。そう意外と体力多いからね。そうだね、まあ、これでいい気がする。いやありがてえマジで、ここで100ダメ来ないの。そしてガラガラ EX もこの後ね育っていく。そうもうね2エネで十分だからね。おっとこれどんどん火力上げてくるね。いやでももう一旦耐えるんじゃないかな。あー次榊使われたら死ぬんか、しかも傷薬が来ないっていうね、こういう時に限って。一旦またドガスにして、まあちょっとこの怒り猿はこの眠りにおねだりするしかないね。スリーピーソン、まず眠らせて、さあここで寝ててくれ頼む、2分の1裏来い。よし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 
あぶねえ。これでもう破壊されてたら終わってたね。けど次ね、これマタドガスで倒しちゃおう。うん、プクリン取られんの痛すぎるから。あ、ナイス、寝ててくれてありがとうございます。これスピーダーで、あ、いいね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 。ここでスリーパー出てくるのありがたい。さあまずプクリンを下げて、でマタドガスにつけてスリーパーにしておいて、でこれプリン出しとくか。うん、でなんならもうこっちのプリン育ててもいいかもしれんな次から。で今日は全然まだ使わなくていいから、ここで普通に体当たりと。では次ワンチャンガラガラが2位表出されてもプクリンが控えてるし、そうだね、うんうんうん、全然良いのでは。ここで 2ポイント取られる方が痛かったからな。でできれば1表にしてほしい、80にしてほしい、頼む。ここで100なんぼはきついよ。 160?いや、榊意味ないぞ。え？弱点だから待って、そっか。一個でも死ぬ？いや、一個でも死ぬわ。やばい。死んだ。うわー、どっちみち意味ない。いや、これ相性が悪すぎるね。190ってバケモンかい。これは、待って。まだプクリン出さなくていいか。うん、どうせプクリンが倒されたら負けるから。そうだね。うん、だったらもうプリン取られてもいいやっていう選択で、なんならプクリンにしといてもいいよ。これドガースにして、でここで眠りの振り子で表出たらちょっと時間稼げる。うらー、今日一回も活躍してませんね。でこれはプクリンにしといて、もうこれも壁やね。もう確実、もう100100壁で、結局、後ろのプクリン、育ってた方がいいよな。うん。いや、ワンチャンの噛み合いで、めっちゃ裏が出まくったら、え、どうだ？いや、壁としてもう割り切った方がいいか。いや、こっちのプクリンにつけとくわ。で、またドガスと来た時にすぐ交代できるように、今1個つけてて。で、もう敵が、ちょっと裏裏を出すのにかける。こっちがコインなら、相手もコインよ。うん。俺の眠りは裏だったけど。さあ、ここで頼むよ。マジで。裏。1個はいい。オッケー。一旦耐えて。100でしょ？もう次、やばい。が、しかし、ここでよ。ここで活躍すんのが、スリーパー。プクリンが溜まるその時まで、お前がサポートしてあげろ。頼む！オッケー！ナイス！マジである。マジである。マジである。で、眠るやん。で次まず敵は眠りチェックで表出さなきゃいけなくて、その後の骨骨ブーメランでも表出さなきゃいけないって感じやね。そうね。あ、待って、そっか、俺なんかめっちゃバカなことしてたね。俺壁にしてるプクリンもそうやん。いや、めっちゃボケてたわ、はず。これ表だったらもう負け確やね。頼む、ナイス、ここで起きない。いや、俺めっちゃずっと恥ずかしいこと言ってた、もしかしてみんな。え、そうだよね。うん、意味ないよな。これ早めにマタドガス来てくれたらすぐ変えてって感じができるね。一応眠っててほしい、できればお願いお願いお願い。裏裏裏裏、ナイス。でマタドガス来てくれ、頼む。5分の1、ナイス。これめっちゃ熱いかも。マタドガスにして、どうせ眠ってるから今ねプクリン出す必要ないやん。でまたドガスにするやん。でしかもこの眠った状態に漏れ出すガス、キャラのね、キャラの体当たりを。でその後強で引かせて弱ったところをプクリンで刈り取る。来ました、これ。だがここで表を出されたらまずい。頼む、裏眠っててくれ。ナイス、これ来たかもしれん。え、もう勝ったんじゃないこれ。毒で90になって、このターン。あー、傷薬ね。だったらこれまだマタドガスの方がいいかな。起きられた時にもう2ポイント取られて終わっちゃうから、できるだけマタドガスで稼いで、まあワンチャンやられても1ポイントしか取られないからまだ終わらんやんみたいな感じで。そうね、ここでもさらに眠っててほしい、頼む。まあしゃあないね、そろそろ起きちゃうよね。だがしかし、あ、まだ眠らせることができる、このスリーパー。頼むよスリーパー、眠りの振り子。
お願いします。うわー、まあじゃあこれはもう1ポイント取られる覚悟で言ってもいいのかもしれないですね。一旦傷口使っといて、でじわじわ減らしていって、これまあ変えるしかないか、敵からしたら。逆に次のターンマタドガスやったとしてもプクリンが出てくるから新しいガラガラに変わるって感じかな。うわ、そっか、それそうだよな。で榊使って1個でも表だったらみたいな感じでしょ。これ弱点がいや、もう痛すぎるね。あでも使わなかったから2個表じゃないと倒せない、ワンパンできない。オッケー、これマジでかいよ。えやばいやばいやばい、来てる。そうだよな、ガラガラ EX なんて結局運ゲーなんだからさ、当たり目だよな。あ、傷癖2個入ってたんや。え、神じゃん。なんか俺1個しか入ってないと思ってた。で、しっかりと毒にさせて、で、まずはこっちで眠るかどうか。お願い。ナイス！来てる来てる来てる。からの、じゃあ眠ってくれるなら体当たりで、じわじわ削って、これうざすぎるな、マジで。プクリンが出てたら確実に眠らされるし、いなくても、うえー見たみんな、もうこの敵のさ、もううざいからいいやのこの感じ。はい、ということで、今回ね、こちらのスヤスヤ独独自演のデッキを使っていったんですけど、ま、一つアドバイスすると、友達には使わん方がいいかも。